木川聡氏は、日本の政治運動家、法政大学卒業、国学院大学中退、右翼団体対抗者所属、本部役員、運動本部長、青年隊長、対抗塾長。2016年11月付で対抗者から、除名処分となった。大成建設襲撃事件を起こした。2004年11月、木川は体成建設に乗り込み受付で拳銃で一発。 発砲した。その後応接室に立てこもるが駆けつけた警察官によって逮捕される。体制建設をはじめ、ゼネコン11社が北朝鮮に拉致された被害者を無視し、北朝鮮のインフラ整備を受け負うために、現地へ調査などを派遣し始めた姿勢に行き通りを感じた上での抗議だった。戦後ポツダム体制の象徴たる、在海中枢に激すが、北朝鮮の拉致犯罪。 戦後ポツダム体制の打倒を訴え、大手ゼネコン包丁団幹事の東京都新宿区にある体制建設本社にて、拳銃一発を発射し、同社応接室に立てこもった。警視庁の捜査員が説得したところ投稿し、建造物侵入と銃刀法違反容疑で現行犯逮捕。大下英二著書、昭和、平成広く。 有告事件の男たち h t t p r y u k y u s h i m p o j p n e w s e n t r y 4 3 1七7 7 1 h t m l ありがとうございます。